ああ、よく寝た。うわ、もうこんな時間かよ。わーお、シンプル。まったく疲れて実家に帰ってきたんだから、母ちゃん起こしに来てくれたっていいじゃんか。ん？この黄色いのはなんだ？変なの。え？何これ？ん？あああはいはい、ヤマリフミです。今回はですね、脱出ゲームをやっていこうと思います。実家から脱出するんだけど、至る所にさっき見たような変なのが散りばめられてて、それを押しちゃうと、なんかゲームオーバーになるみたいな、そういうゲームっぽいですね。はい、というわけで早速、脱出していくぜ！はい、というわけで早速寝室から脱出しますけど、まあ、これを押したらね、まあ、変なのになっちゃうんで、まあ、ドア開けますよ。ドア開けましょう。はい。ドア。あれ、ドア開けらんない。あれ？ドアが開かない。じゃ、この横のこれなんだ？横の赤いの。なんだこれ？ああ！バカ！部屋の隅に何かあるよ。うるせえ。ここ押していけないでしょ？え？でもドア押しても何もなんないからさ。どうしたら？なんか右下になんか落ちてるんだよね。まあ、押してみよう。なんだろうこれ。お、息子へ。お母さんたちはちょっと用事があるので出かけます。新しいおもちゃの研究の一環であなたの部屋を少しいじくりました。なんてはた迷惑な親なんだ。ドアが開かないのはそのせいです。仕掛けを押さないと開かないままなので、頑張って仕掛けを探してください。かっこ笑い。うるせえな！うぜえ！お、PS、赤いポスターと対象のところに秘密があるよ。お、赤いポスター。赤いポスターと対象？対象ってことは何？逆側ここら辺？あ、なんかあった！え、なにこれ？え？なんか部屋の左下が赤丸で囲われてるけど、じゃあその左下を押せばいいってことかな？あ、なんかボタンがある！これか。あー、開いた！やったー！とりあえず寝室からは脱出できたね。よし、廊下へ。おー、廊下だ。まあ、とりあえず家から脱出すればいいんだから、ひょっとしたらこの窓から脱出できるのでは。窓！あ、なんもならないわ。え？じゃあ、まあ、1階から降りるということで階段から降りて。一階へ降りるには条件があるみたい。うぜえ、なんで階段に変なのあるんだよ。あ、よかった。とりあえず、初めからじゃないんだね。ってことで、階段使えないってことは、もう部屋が二つあるから、もう一つの部屋に入るしかないよね。あ、ここ寝室だわ。だから奥の部屋が、なんだここ、物置って書いてある。うわー、なんかこの黄色いのなんか怖いな。いやでも1階に降りるためには何かしらこの部屋で手に入れる必要があるんでしょう。なんか押さないとダメでしょう。とりあえず紙から押してみよう。紙。紙。あれ？あ、押せない。この紙を押せない。じゃあ何？この木のおもちゃみたいなやつ。なんだろうこれ。ん？なんだろう。あああおもちゃも侮れないね。うるせえ。うるせえ。じゃあ何？おもちゃダメなら何？ゲーム機。ゲーム機。何ホーリーナイトメア。え、プッシュスペースとスタート。なんかミニゲーム始まったんだけど。え、上のテレビから変なのがたくさん出てきますので、寝巻きを着たキャラクターが変なのにぶつからないように操作しましょう。画面右上に現れるタイマーが一周するまで逃げ切れたらゲームクリアです。ただし変なのにぶつかると大変なことになります。はい、シューティングゲームみたいなやつですね。わかりました。ゴー。オッケーオッケー。レディーゴー。オッケー、避け切るぜ。余裕。一つだけだから余裕。多分これ複数出てくるんでしょ。あ、出た、二個目。二個目ちょっと早い。ちょ、でも大丈夫。大体二つとも同じ方向に飛んでいると思うんだが。あ、三つ目、三つ、待って、三つ来た。ああ何これ、クリアするまでゲームが続きに進めない。これマジ怖いんだけど。いや、タイマーどれぐらい？タイマー4分の 1？ オッケー。こういう回避ゲームの鉄則、なんか端っこにいたら当たらないのではっていうやつ。あー、だったー。うわー、くっす。待ってくれ。いや、マジでね、3つ目の変なのが、マジ避けらんないんだけど。3つ目突破したらほぼクリアでいいでしょ、これ。あ、2つ目、うわー、ちょ、うわー。はい、うわー、来た、3つ目マジやめて、3つ目、マジこれ終われないんだけど。とりあえず真ん中にいればほぼほぼ当たらないのではないか現象。真ん中にいれ、とりあえずさ、一番早い変なのに注目して、早待って、あー、惜しい。くそー、4つ目出てくんのかよ。でもちょっとコツは分かった。もうとにかく一番早いのに
注目して避けていけばそうそう当たらない。というわけでそろそろ3つ目の変なのが来た。あいつに注目するんだ。オッケー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 。あいつに注目していればそうそう当たらない。そう、反射の軌道を読むんだ。反射の軌道。やばい、ミニゲームが難しすぎるんだけど。オッケー、いける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 よいけるいける。そろそろ来るぞ。4つ目、来た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 。あれだ、あれあれ、よし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 。ああ来た、4つ目をかませかませ。もう疲れたよ、頼むよ、なんとかしてくれよ。あ、これ上いけるじゃん。これ上いけるの、そんなあり。だったら回避性能変わってくるな。もう下で頑張ろう。あんま上行けても意味ないわこれ。プレイヤースキルがついていかん。下3つ目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 避ける。あー、4つ目だ、来た、4つ目が来た。おー、4つ目、これだ。もうちょいもうちょいもうちょい、頑張れ、もうちょいもうちょいもうちょい。来るぞ、4つ目、来た、しまった、よし、オッケー。このタイミングで端っこにずっといればクリアでき、もうさ、これずっと端っこに行ってなんか来た時だけ上か下逃げる。オッケー、右端にいる戦法。オッケー、いける。そろそろ来るぞ、4つ目、来た、4つ目。オッケー、回避できてる。オッケー、いけるのでは、いったーぞー、やったぜ。廊下の下で音がした。わー、やっぱこのゲームクリアしないとダメなんだね。やったー、あー、階段がなくなってる。オッケー、これで一階に行けるぞ。階段が滑り台になってる。ってか、なんて家だよ、これ。一階へ降りますか？もうそれ降りますよ。お、一階だ。まあ、玄関があるから、玄関から出てみたか。扉を開けるには条件があるみたい。まあ、ですよね。まあ、そんな素直に出させてくれないよね。まあ、とりあえず、開いてるドアから入ってみましょうか。なんだこれ、リビング。なんか矢印があるけど、なんか花がめっちゃ動いてるな。なんかすごい気になるぞ、この花。何この花。なんか爆発の色が結構鮮やか。触りたくなる気持ちはわかる。まあ、動いてるからね。じゃあ何これ。まあ、一応部屋を一通りいじりたいから、窓から脱出したかったな。外の景色も見せてくれないんだね。鬼畜。じゃあ何、テレビだ。ボタンを押して、で、何が、お、KTNK ニュース。ニュースをお伝えします。今朝、首都高速道路にて、荷物を運搬中のトラックが突如爆発し、炎上する事故が起きました。あ、大変。運搬中の荷物が爆発の原因と見られていますね。ちょっと待って、なんか嫌な予感がする。待ってー、テレビで変なの見ただけじゃん、もう。じゃない、窓ダメ、テレビダメ、花ダメ、じゃあこの机は？あ、なんかある。え、なにこれ、なんかの暗号のヒント。え、ちょっと待って、しゃべっとこう。オッケー、多分何かに使うヒントだ、これ。で、椅子は、あー、椅子、うー、これ座るときどうするんだろうね。他の椅子は？あー、ですよね。うーわー、一応全部の椅子見とこうか。まあ、これだけなんか、セーフってことはないよね。じゃあ何？この部屋いじれるもんなんもないの？もう矢印の方向行くしかない？なんだこれ？キッチンか？なんかいろいろあるぞ。なんかガスコンロ。ガスコンロはいじれない。じゃあこっちの流し台。流し台もいじれない。あれ？じゃあ後ろの冷蔵庫は？冷蔵庫はなん、あ、うわぁ。ちょっと待って。めっちゃ変なのチラ見えしてんだけど。怖っ。なんか鍵がある。鍵がある。この鍵は。お、両親の部屋の鍵を手に入れた。やった。え、もうこの例、中身が、なんかボーリングの球みたいだったね。うるせえよ。下の段は何もいじれない。もう上開けたら爆発するので、一応この食器棚、鍵がかかっている。あ、開けらんないんだ。両方と、なんか緑。青かったね。やかましいわ。え、じゃあもうこの部屋見れるとこない？この部屋の隅っことか何もないよね。
両親の部屋の鍵が手に入ったので、なんか収穫あったね。じゃあこの襖みたいなのを開けてみましょう。鍵がかかって、これこの引き戸に鍵か。あ、そっか、あるよね、そういうの。じゃあもう一つのこのオレンジの扉は、あ、これ両親の部屋だ。あ、これだから今鍵が手に入ったから入れたんだね。じゃあ何見よう。地球儀があるね。地球儀。もう地球儀としての役割を果たしてないね。うんだよね。じゃあ両親の部屋の、じゃあ青いベッド。あ、なんかあった。食器棚の鍵。オッケーオッケー。これでさっきの食器棚が開けられるんですね。で、ピンクのベッドは、あ、特に何もいじれないのか。ってことはこの部屋ってこれだけ？うん。じゃあとりあえず食器棚を開けに行こうか。はい。お、なんかいろいろある。とりあえず下に鍵があるので、ひどいフェイントだね。ほんとだよ。え？どうしたらいいの？じゃあ何？この変なのが逆に、このものすごいあからさまに見えてる変なのが逆になんかの鍵っていうね。ことはなかったよねー。どう見ても罠でしょ。ですよね。じゃあなんか、体育座りしてるフィギュアみたいなの。和室の鍵、これ鍵なの？どんな鍵だよ。じゃあ和室行ってみようか。和室、あ、入った。あ、え？あ、なんか押せる。ということは、これがさっきのリビングのテーブルにあったアルファベットだよね。これ、あのアルファベットと対応してるから、A、B、押す順番があるみたい。まあ、最初ちょっといじくっちゃってたから、それがダメだったんだろうね。A、B、C、D、E、F、G、H。これで、お、なんか、部屋がガタ、うぅ、地下への階段が。マジか、地下。ほう。うわー、ちょっともう嫌な雰囲気しかしねえな、これ。まあ、あからさまに変なの転がってんだけど、でも絶対この部屋なんかあるよな。なんかキャンディーがある。うおー、ゴールまであと少しだよ。もうこういうのばっかなんだろうな、この部屋。でもじゃあ、左下の四角い段ボール。うもうここぞというばかりに変なのばっか投入してきやがって。ほぼ外れなんだろうな。じゃあ右の方の段ボール。あ、これ押せない。じゃあ何？機械、左の方のなんか機械。あ、押せない。右の機械。あ、押せない。左の壁の紙。じゃあ右の紙。右の紙。あうわ待って。だいたいいじくったよ。ここなんかあんの？え？じゃあなんか、怪しげな一番真ん中の水槽。あおおおおおおおまあダメだよね。まあ。上のダクトダメ。なんかこのダクトダメ。え？だいたいいじったよ。なんかピンクの箱。特に何もない。だいたいいじったよ。真ん中の変なのクッションはダメだろうけど一応やってる。まあダメだよね。あとはなんか床に転がってるこのカラフルななんか飴玉みたいなやつ。これいじっていくしかないよな、もう。なんかな。一応当たりはず、もう全部押していくしかないよね、これ。これほぼほぼ外れじゃん。もう次もどうせ爆破するんでしょ。あ、オッケー、セーフだった。あ、うわ、これ、あっ、カラフルだね、もう。ピンク、これ本気でもうないんだけど。これさっき押したね。これさっき押したやつだね。赤いの、赤い玉。待って。え？あ、いい方法を思いついた。こいつらは仲間同士と不思議な力で繋がっているから、それを利用すれば爆発を防げるかもしれない。しかし時間がない。急がないと。あれに間に合わない。なんか意味深な文章。でもポイントとしては仲間同士と不思議な力で繋がっているから、利用すると爆発を防げる。不思議な力で繋がっているのを利用するってどういうこと？こいつの最大の欠点は爆発することだ。強く押しても叩いても触れても視界に入っても必ず爆発してしまう。これでは商品として成り立たないじゃないか。なんとかして直さなければ。何爆発する商品ってこれ何作ってたの？いよいよ明日に迫ってきた。せがれの部屋に忘れたものと同じ色のもので制御できるようにしたので、こいつの問題は解決した。明日を待つのが楽しみでしょうがない。せがれは喜ぶだろうか。私たちの偉大な発明を。どうすれば制御できるか忘れないようメモしとかなければ。え？部屋？
せがれの部屋に忘れたものと同じ色だから、ちょっと一回部屋に戻って、でちょっと変なのを見てくる必要があるということではなかろうか。上に上がれないんだけど、このはしごをしても上がれないんだけど、え、詰まった、完全に詰まった、え、どうしたらいいの。だから、あの床に散らばってる玉をもう適当に押していくしかない。これさっき押したよね。よいしょ。待って、ちょっと変な色を探そう、変なの、茶色。待って、マジでわからん。あ、なんか赤いの押したら全部止まったっぽい。あ、これでいいのか。え、これで出られ、あ、やったー。え、あー、ゴールはそっちじゃないよ。ちょっと待って、まっすぐ行ったらダメなの。ポストは、え、あ、なんか出てきた。え、何これ、こ、怖っ。うわっ、お父さん、お母さん、こんなところで何してるんだよ。お父さん、太郎にあのこと伝えたら。そうだな、もう隠すことはないからな。太郎、お父さんたちは新しいおもちゃの開発をしていたんだよ。変なのっていうおもちゃなんだが、あ、うん、散々迷惑をかけられました。これが大手メーカーさんにえらい気に入られてな、明日から売りに出されるんだ。お父さんたら張り切っちゃって昨日から寝てないのよ。あ、そうなんですね。太郎、これは売れるぞ、間違いない。いや、売れないと思う。あら、太郎、どうしたの。え、なに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 、なに。 Thank you for playing。 爆死回数70、これって多いの少ないのよくわかんないけど、はい、という感じで、まあ変なのから避けつつ脱出するゲームをやってみました。まあずっと思ってたんですけど、この変なのって、うん、ちょっとサザエさんだよね。